こんにちは、慶長講師の岩松正文です。今回は引きこもりの問題の慶長ということなんですけども、私自身は2010年ぐらいからですかね、地元の引きこもり支援の NPO の相談員っていうのも7年間ぐらいさせていただいてたんですが、その対象になるのは大体来るのはお母さんが多いですよね。引きこもってる本人はたまに来ますけども少ないですし、お父さん方っていうのは日中お仕事されてたり、あとまあやっぱり子育ては子供をお母さんの方に任せてることがあるので、比較的お母さんと会う機会が多かったですね。で、相談員自身も私は違うんですけども、この子育て支援の相談している方なんかもですね、意外と多いのは自分が過去に似たような子供の問題を抱えたことがあって、それがもう集結してですね、で自分の経験を生かして他の方の支援をしたいという方もいるんですが、その支援の仕方とか聞き方の時にちょっと注意した方がいいところがあります。それはまず1番目、似た経験がある人ほど危険ということですね。どうしてもですね、似た経験があると自分の経験と比較してそこにこう重ね合わせてアドバイスしたくなっちゃうんですね。でそれはもちろん共通するアドバイスっていうのもあるかもしれないんですが、それぐらいのみんなに共通することっていうのはもうすでにネットとかいろんな情報で出てるわけです。じゃあどこがうまくいかなくなる原因かというと、その個人個人の受け止め方の違いです。その時にポイントとなるのは、子どもの方の受け止め方が子どもそれぞれで違うっていうのももちろんあるんですけども、それを支援するお母さんとかね、例えばお母さんそれぞれの受け止め方っていうのも個性っていうのも全く違うわけです。ですから私がやってうまくいったことが、その A さんがやってうまくいくかっていうとうまくいかない理由は、一つには子どもの受け止め方が違うということ、もう一つはそれをやろうとするお母さんのあり方、キャラクターと言ったらいいですかね、特徴が違うので、私にはそのように簡単にできてもそのお母さんにやりにくいってこともあったりしますよね。性格が違いますし、積極的なのか消極的なのかとかね、そのやる人自身の心持ちが違うので、こうやればいいのよっていうね、方法論だけ言ってもなかなかできないんですね。その方法を使うのは人間ですから、そこがうまくいかない原因になりますね。あとはその意識を第三者に飛ばさないっていうのは、子どもの相談を聞いてるとついつい子どもに対して何をしたらいいかっていう子どもをこうイメージいっぱいしちゃうんですけども、支援する対象っていうのは基本的には目の前の人なんですね。ということは、私が引きこもり支援の NPO で活動した時の支援対象は、お子さんが直接来ればもちろんお子さんの支援もするんだけども、基本的にはそのお子さんの問題を抱えつつ、もう10年とか15年とか長い人では抱えつつですね、今このタイミングでまたどこかに相談に来ざるを得ない、そういう辛い気持ちになったお母さん、この人が私の支援対象なんです。ですから、いない人に意識飛ばしちゃうと支えようがないですよね。子どもの気持ちはどうだろうって、本人がいないところでですね、知らない人同士が空想し合っても、それはかもしれない、きっと多分っていうふうに想像しかできないわけです。で、人の怖いところは、そのきっと多分かもしれないだろうっていうのが3回ぐらい重なると、こうに違いないわねってね、こう決めつけたくなっちゃうんですよ。だから本人がいないところでね、私は欠席裁判なんて言ったりするんですけど、本人がいないところで、この子はちょっと病気の気があるとかね、話が勝手に進んでっちゃって、非常に危険だなと思って、そうじゃなくて話聞くときは目の前のお母さんの辛さを解決するっていう視点で聞くので、子供がどうかはお母さんが向き合うことですから、本人が来たらね、また話聞いたりするんですけども、支援対象を間違わないと、ね、第三者にしないと、目の前の人に必ず置いておくってことですね。ですから、傾聴するっていうのは何かっていうと、今目の前の人を支えると。子どもの問題を抱えていて、今までも抱えてたけども、今このタイミングでまたここに来ざるを得ない、その辛さや悩み、それをちゃんと理解してあげて、その人の心を支えるために聞くと、ね、それが一番大事な支援であって、そこにプラスして子どもに対して直接的にその話を聞いた方の私たちができることがあるならね、提案してもいいんだけども、
その時の注意点はさっき言ったように、子どもも子どもそれぞれで違う、でそれを提供しようとする親御さんの方も人それぞれ違うので、方法だけね渡されてもなかなかうまくいかないのでね、だからこうあんまり安易にアドバイスしない方がいいってことは非常に多いですよね。